どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さん大好きな曲どんどん弾いて歌うより弾き語りができるようになりますよということで日々簡単レッスン動画を公開しております。今日も張り切ってやっていきます。今日取り上げたい曲はめちゃ熱曲、こちらドン翼の折れたエンジェル中村あゆみさんのあの名曲です。はい、カップヌードルの CM もほんと子供の頃にね、もうこれかっこよかった。今聴いてもめちゃくちゃかっこいいでございます。はい。この有名曲ですから、もうガズレレでは過去にやっぱ取り上げてるんですけど、2017年でした。やっぱ今見るとね、もうちょっとね、かっこよくね、わかりやすく簡単にかっこよくできるんじゃないかなということで、今回2024年版改訂版で、さらにわかりやすくかっこよく簡単になって登場しております。ぜひこれ歌っていきましょう、皆さん。はい。今日はですね、G-Lab のブラックビューティーモデルのウクレレと、シンプル簡単バージョンでは初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきたいと思います。初めてウクレレは Amazon で即ゲットできるようになってますんで、ちょっとね Amazon でね初めてウクレレもチェックしてみてください。はい、ポップアップショップが、今月の20、21と、東京お台場のデックス東京お台場ビーチで開催です。皆さん試し引きしに来てくださいね。はい、詳細概要欄に貼っておきます。はい、そしてガズの新しい本 GGD、 これ楽譜の本じゃないですよ。めちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本になります。主婦の友社から4月26日発売、ただいまね予約受付中です。概要欄に URL 貼っとくんですけど、皆さんのお近くの書店さんでもね予約していただけると思うので、ぜひ予約して本読んでください。よろしくお願いします。さあ、始めていきましょう。いつものように2バージョンですよ。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。これはねすぐ取り組めますからね、もう嬉しいやつです。女性が歌いやすいキーになってますから、逆に言うと男性ちょっとね歌いづらい、高いですね。はい、後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはねやっぱあのね雄大な8ビート、力強い感じでぐいぐい迫ってくる感じ表現していきましょう。2バージョン最後までご覧になってください。ぜひともね。はい、そうじゃ、まずね、音楽始めましょう。今のところでちょっと勉強するだけで、これからの人生自分の手で音楽を生み出せるようになるわけですから、これは素晴らしいことだと思います。ぜひガズレレで音楽始めてください。さあ、早速レッスン入っていきましょう。翼の折れたエンジェル、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。翼折れたエンジェル。
あゆみさんの翼の折れたエンジェル。もうなんかこう、みなぎるパワー。いやーいいですね。もうキラキラしてます。素晴らしい名曲。もう泣けてくる。本当に皆さん思いっきり歌っていきましょう。はい、今のアレンジはですね、1番をやって感想をやったっていうところでもう終わってるんですけども、ここまででもかなりボリュームありますよね。で、これね、またおすすめとしてはこのまま B メロに戻って、もし俺がからサビ繰り返したりしてもかっこいいと思いますね。はい、ぜひやってみてください。フルコーラスでやりたい方はね、1番のコードを書いて、2番の歌詞、いずれ慣れてきたらね、そんな感じでオリジナルの楽譜を作ってトライしてみていただければというふうに思うんですけど、まずはね、今のガズレアレンジバージョンで練習してみてください。ガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それを見ながらウクレレで練習してもらって、1個目のゴール設定としては、まずシンプル簡単バージョンの今のガズさんの演奏に合わせてできたら素晴らしいと思います。はい、一緒にできるまで練習していただいてですね、それは楽しいですよ。セッションしましょう。できるようになった方はおめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube チャンネル、この動画を一切見ずにですね、皆さん一人で歌ってリズムを乱して音楽を乱す、これね、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、とはいったって歌詞とコードを全部丸暗記するのってやっぱり大変じゃないですか。だからやっぱり最初は楽譜的なものを見てね、何回も何回も繰り返し練習して、いずれ覚えちゃって夕日に向かって大空に向かって歌うとかいうのは最高だと思うんですけど、でも楽譜って今言ったけどどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、はい、ガズさんが手書きで書いてるこのノートに書いた翼の折れたエンジェル見てください。ドーンと今日2枚にわたってますからね。はい、これを見ながら今演奏していったんですけど、もうちょっとしたらですね、こんな風にカメラに映してみんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービスが始まってます。ガズクラブです。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な山のようなね、楽譜のストック、手書き楽譜のストックの中から毎月5曲、皆さんがこの曲やってみたい、これ曲いいな、私チャレンジしてみたいみたいな感じでお選びいただいて、お手元にですねデジタルデータで、すぐにですね、ダウンロードできてご活用いただけるという素晴らしい画期的なサービスがスタートしております。で、このガズクラブなんですけどね、楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろあります。毎月2回、ガズクラブメンバーがもう世界中からのね参加があるんでね、大セッション大会、毎月2回やってるガズオン、これめちゃくちゃ楽しいんですよ。ぜひこれもね盛り上がりますからね、これも体験していただきたいのと、メンバーの方だけが参加できる Facebook の非公開グループで皆さんの演奏動画をアップロードして、みんなでワイワイ楽しくやってるようなところがあったりと、なかなか楽しいクラブ活動になっております。ガズクラブぜひチェックよろしくお願いします。そしてこれとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学というのもやってます。こちら大学ですからちょっとハイレベルですよ。こちら YouTubeメンバーシッププログラムというやつを使っていまして、毎月590円の学校代をいただいてですね、毎週2回ライブ配信による濃厚講義でございます。こっちはですね大学ですから、皆さんちょっとねレベル高いですよ。入ってくださる方、きっと16ベイトとかカッティングの練習とかして、それができそうでできないかみたいなぐらいを練習してくださる方々と、すごくいい感じになるんじゃないかなというふうに思います。課題曲設定して深掘り、チャットでもその場でいろいろやり取りしながら進めていっております。で、あとね、毎朝7時半からラジオ配信してます。ガズラジといって、スタンド FM という無料アプリ、ラジオアプリと、あとガズラジという別の YouTube チャンネルがあります。毎朝7時半から365日、ガズの面白いラジオ配信、ウクレレのこととかいろんなこと、ぜひチェックしてみてください。今言ったこの3つのこと、概要欄に貼ってあるので、チェックしてみてくださいね。それでは、楽譜を見ていきましょう。翼の折れたエンジェル2024年改訂版です。中村あゆみさんの名曲、今日はね、2枚にわたってんですよ。結構ね、1番だけなんですけど、かなりボリュームあります。はい、ちょっとこんな感じで見ていくんですけど、はい、これイントロです。ここだけワンブロックちっちゃく表記してますからね、お願いします。でで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 で、あのメロディーですね。ここからリズムが入ります。で、ここに下に囲ってあるやつ、ここに書いてあるんですか。これはかっこいいバージョンだ、いろんなフレーズとか決めが入りますよということなんですけど、今やったシンプル簡単バージョン、上のコードをワンブロック4つで弾いていったよということなんで、これね、結構ね、取り組みやすい曲ですよ。歌もね、皆さん、ご存知の方多いでしょうから、ぜひどんどんやっていってください。こんな風に写しておくので、一時停止して、まず書いてみてください。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノートのデジタルデータをお手元にダウンロードしていただき、有効活用していただくのもめちゃくちゃね、いいですよ。ガズのノートの特徴を今お伝えしておきましょう。はい、ここ V マークがついてる。あと、ここ、なんか点がついてるとか、ここ点がついてるね。これ V がついてる。これどういうことかというと、これでリズムがわかるようになってるんですよ。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ドライバーズ、シートまで、
うん、横、なあぐりの雨、こんな感じです。これがすごくリズムのガイドになってます。あとは歌詞カードには出ていない、シート、まーでとか、この伸ばすところ、これにはないですからね。これがかなりね、ガズのノートはね、ヒントが満載な、ノートになってますんで、ぜひね、ガズクラブに入っていただいて、このデジタルデータもご活用していただきたいんですけど、お時間ある方は今こうやって写しとくんで、一時停止でこの通りに書くといいと思います。この辺の決めがすごくかっこいいんでね、かっこいいバージョンを期待しておいてください。はい、まず A1、A2。はい、で、ここ A3、A4。はい、ここら辺が13、14、15、16。だんだん、年が上がってくるんですけども、すごい、ませた方だなっていう歌詞のストーリーですけど。まあまあ、今も昔も若者っつうのはなかなかなもんでございます。はい。こんなとこにドラマを感じながらも、はい。いいですか。で、こっから B メロですね。まあ B メロっていうか、ここサビみたいなもんだよね。もし俺がヒーロー、ここがキュンとくるんだよな。はい。ここのパート行って、ちょっと2枚目にもうまたあげますと。で、これが B メロの後半ですね。そんなあいつのつぶやきで、これはもう歌いたいやつですよ。ここ見てください。かっこいいバージョンで、ここもりもりいっぱい決めが入ってきますからね。はい。これはちょっと後で解説しますんで、ちょっとじっくりやってみましょう。はい。それ、コードも変わってますわ。下の段にこうやって書いてあるコード、ちょっと読みづらいけど、コードが変わってるんですよね、これね。はい。これも後で解説していきます。で、ここが、まあ、一応サビですね。おー、噂の俺とエンジェル、あいつもです。で、最後にこのイントロと同じ C と F のメロディーをやって、あったよという感じになっております。はい、じゃあ出てくるコード見ていきましょう。この赤く囲ってるコードはかっこいいバージョンで出てくるんで、ひとまずこれを隠しておいて、今映ってるこの7個のコードで今やっていきました。ちょっと言っていきます。 C と Am と F と Dm、 G7、E7、Em7、 今映ってるこの7個のコードはガズレレではもうね、めちゃくちゃ入門コードで安心できるコードなんですよ。はい、これはこれです。ガズレレ必須コードのグループのメンバーでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレ始めたばっかりの初心者さんに最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループです。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たら超簡単。だけどね、バッといっぺんに10個覚えようと思うと、頭ごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ詳しく解説しているガズレレ必須コードの解説動画、概要欄に貼っとくんで、ぜひそこでね、10個のコードをマスターしていってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思いますけど、その前にちょっとね、歌のね、キーポイントになるところをちょっと言っとくとですね、この曲ってすごくね、雄大な、ちょっとこう、ミディアムテンポ、という感じの力強い感じのビートなんですね。これ歌もですね、そんなようなタイミングで歌うのがかっこいいと思うんですね。例えば2番で言うと、 I love you が聞こえなくて口元耳を寄せた、この後とかね、二人の思いが聞けすあめろね、で二人の思い、このドライブ感、この言葉を歌う時にも傾けてあいつに預けたとか、このね、こうグッグッとグリップして歌う感じとかもね、結構かっこいいかなと。あとやっぱこの、中村あゆみさんといえば、独特のね、すごい、ハスキーボイス。あれがね、やっぱりね、いいですよね。ああいう感じで歌えると素敵だなと思うんですけど、まあいろいろこう頭に歌のね、情景を描きながら歌っていくのがいいと思います。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンではコードが2個追加。まず A シャープ。これがちょっとね、押さえづらいコード。はい。1弦の1フレット、2弦の1フレット、3弦の2フレット、4弦の3フレット。こうか。あるいは1フレット全部人差し指で押さえちゃって、ちょい、こう立てるか。これ押さえづらくて有名なんですよ、A シャープは。これ、A シャープのことを濃厚に解説している動画概要欄に貼っておくんで、ぜひそれもね、合わせてご覧になっていただきたいんですけど、この A シャープがですね、B メロの最後の方に入ってきて、これはいい効果をもたらしますよと。あともう一個出てきます。C サス4。これは簡単ですね。C を押さえといて、2弦の1フレット。はい。これは C と行ったり来たりして、C サス4から C みたいな感じで、A メロで出てきますということでございます。こんな感じで説明して、リズムの解説いきましょう。今日出てくるリズムはシンプルです。こちらドン。8ビートのチャがもう 99%、1% だけカッティング出てきます。はい。これはね、結構な、この曲ってすごいシンプル淡々なミドルテンポ、力強い感じでキープ、リズムキープが肝になるんですけど、B メロの一番最後でですね、結構ね、決めが入ってくるという、そこが今日のやっぱりスポットライトみたいなところかなって感じですけど、まぁ、ちょっと解説していきましょう、順次。今映ってるこの弾き方のリズム解説、概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろという URL の先に行くと、それぞれの弾き方の濃厚解説レッスン動画があるんで、全然わかんないよという方はそこを見てもらいたいんですけど、基本的には8ビートのチャです。C で弾いてみると、この心地がいいリズム、このチャという音でドラムのドン、パッと
ツッとこれを再現しています。はい、打楽器の要素を加えたもうね2次元どころか3次元要素みたいな、コードの音の響きとリズム の響きとスネアドラムの打楽器の響き、この3次元要素がここに詰まってますからね、これで立体的にこうリズムを生み出していきましょうと。はい、で、イントロからどんどん解説していきましょう。まずイントロ伸ばすんですけど、ちょっとあの上級者はですねこうやってください。ワン、ツー、スリー、フォー、デデデンデンデン、ジャカジャン、デンデンデン、ジャカジャン、かっこいいでしょ、ジャカジャンです。ジャカジャン。はい。これ、初心者さんは、ワン、ツー、スリー、フォー、デン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 、デン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 でしょ。ちょっと慣れてきてる人は、これをね、ジャカジャンやりたいんですよね。ワン、ツー、スリー、フォー、デン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 、デン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 、ジャカジャン。はい。これ、結構手首柔らかくしないとね、間に合わないですよ。ジャカジャーン、ジャカジャーン、はい、やってみてください。結構あの難しいと思いますよ。柔らかく16ビートの要素がちょっと必要になりますかね。でここから8ビートの始まって、イントロの後半、デン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 、ミドルテンポね、力強く、デン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 、最後にここ、せーの、チャッタッタッタ、これがポイントです。チャッタッタッタ、これおかずですね。このツタタタっていうの結構いっぱい出てきます。他にもいっぱい出てくるんですけど、ここで出てくるツタタタは、ちょっと短いツタタタですね。ちょっともう一回やってみると、でん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 、でん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 、でん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 、でんでんでん、チャッタッタッタ、ライバーズと入ってきます。ツタタタだけの、あの短いやつです。この後ね、あの解説入ってくるけど、ワンブロック全部、チャッタ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 っていうのも出てきます。これやり方は同じで、最初にチャを弾いといて、チャッタ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 ッ、オープンで弾いていくということでございます。はい、他にもここいっぱいツタタタの出てくるんで、これも見逃さないようにしといてください。そしたらどんどんあの曲の中に行くんですけど、A メロなんですけど、ワイパー効かない夜のハリケーンのところで、まず決めがあります。やってみましょう。1番の後半。ワイパー効かない夜、ここ。はい、今何言ったか。1弦の G7 を押さえといて、G7 を押さえといて、1弦の3フレット、2フレット。これシンコペーションです。3、2、はい。0はシンコペーションじゃない。0、2です。はい。G7 を押さえたまま、3、2、0、2と弾くんです。小指で2、離して2です。聞かない夜の3、2、0、2。かっこいいでしょ、このフレーズ。これコードネームで表現するよりこっちの方がなんかいいかなと思って。 G7 押さえたまま1弦の3で2でシンコペーション、0でまた2でシンコペーション。この矢印マークはシンコペーションといって、リズムが前にズコーンと食い込んでくるよということですね。もう一回ワイパーから言ってみましょう。せーの、ワイパー聞かない夜の吐き気、タンタン。はい、こんな感じでかっこいいでしょ。はい、でこの次、2番の A、そのまま2番の A メロ行くと、I love you が聞こえなくて口元耳を寄せた、二人の思いかき消す雨のハイウェイ。こっちはね、C サスポート C のシンコペーションの、フレーズになります。今の同じタイミングです。二人の思いかき消す雨の C サスポート C、C サスポート C。これも同じですね。2弦の1010と一緒。言い方変えたら。C サスポートから C でアップ。シンコペーションです。はい、これが要は交互に来るわけ。G7 の3202は1番と3番。C サスポート C が2番と4番で同じように出てきますと。はい。で、そして、もし俺がヒーローになったからもうこっからシンプルですよ。8ビートのチャなんですけど、ツタタタタタっていうのが途中で入ってきますから、そこを見逃さないようにしてもらいたいんですけど、B メロのね、後半のところでね、ちょっとね、マニアックな、決めを今回用意してます。ちょっとやってみましょうか。そんなあいつのからです。そんなあいつをつぶやく、ここさっき出てきた、タッタッタ。次です、 A シャープでタッ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 タダダダダ、ストーンストーン、0、2、ダダダ。今のがフルでやったんですけど、いろいろちょっと情報が多かったですね。つぶやきにさ、 A マイナーでタッ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 タやった後は A シャープ出てきます。ここでカッティングです。ダッツタッツタッツタッツ、これ頭打ちのフレーズといって、ドラムで言うとドンタツツッタツツタタ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 ツタツタツタツ、こういうリズムがあるんですよ。頭にアクセントが来るリズム、これなんでカッティングです。タッってやったらね、 A シャープ左手で触れて止めます。これかっこいいですよね。うなずけない、こ転がから、転が寂しい、ここはダカダカダカです。うなずけない、こ転が寂しい。次、これシンコペーションなんですよ。 G7 の1弦の3フレット、もう一回ゆっくりやりますよ。せーの、3、はい。うなずけ
ない心が寂しいだけ。ゼロはシンコペーションじゃなくて、2でシンコペーションをやった後にダダダって言っちゃうわけ。すごいよね。最後、ツタタタがちょっと入ってるんですよね。もう一回ゆっくりいきます。ワン、ツー、A シャープから、アイ。うなずけない心が寂しいだけ。ダダダダ、うーですね。ここがね、ちょっとカッティング、A シャープ、A シャープとカッティングが同時に出てきて、シンコペーションもちょっとわかりづらいところで、一番今日は一番、難易度が高いところかな、というふうに思います。で、これがクリアされたらもう、あとは気持ちよく。スムサのオールジェンジェル。はい。これでエンディングまで行く。こんなことになっております。まあなんで、すごいシンプルで8ビートでもどっしり、これは取り組みやすいですよ。ただこだわるとなると、その B メロの今やったところが、やっぱりちょっと奥が深い、カッティングとシンコペーションとフレーズが入ったところが、この一行というかね、うなずけない心が寂しいだけ。ここがやっぱりもう、とっておきの場所かなというふうに思うんですけど、まあまあ難しかったらですね、普通に、うなずけない心が寂しいだけ。で、これでもいいと思いますよ。A メロで出てきた G7 のフレーズを弾いて、でも、いいと思いますが、ちょっとこだわりのアレンジをちょっとここはしてみましたということです。もう解説は終わりました。結構ね、シンプルな、曲で、ストレート。で、ほぼね、ワンブロックコード1個なんですよ。ほぼっていうか全部かな。ワンブロックに、コード1個が全部だ。これはすごいです。なかなかないですよ。ワンブロックコード全部1個なんで、初心者の方、おすすめです。しかもなおかつ、女性が歌いやすいキーになってますから。ちょっと男性だと高いもんね。ガズさんももう、うわーってなっちゃうけれども、まあそれでも気持ちいいですけどね。はい。これはですね、もう思いの丈を存分にこのちっちゃいウクレレに込めて、魂込めて歌っていきましょう。熱い。それではやっていきましょう。翼の折れたエンジェルガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1,2,3,4!さんの翼の折れたエンジェル2024年改訂版アレンジバージョン、かっこいい。いいね、これはいいですね。テンションが上がる。なんでしょうか、85年のリリースだって言いますから、この曲は。まあ、80年代のね、エネルギッシュな感じっていうか、パワフルな感じがもうギュッとこう、ここに詰め込まれている。そんなエネルギーたっぷりの曲で、もう楽しみましょう、皆さん。
これはね、いけますよ。はい。よろしくお願いします。はい。Gラボのウクレレ、めちゃくちゃいいウクレレポップアップショップ、みんな弾きに来てね。試奏し放題ですよ。はい。4月の20、21日、お台場デックス、お台場東京ビーチで開催です。はい。それでガズの新しい本、こっちは楽譜の本じゃないよ。めちゃくちゃいいこと言ってる SA 本、ご機嫌ガズレレデイズ GGD、主婦の友社から4月26日発売、予約受付中です。ぜひ、こっちもチェックしておいてください。お知らせです。はい。こちらの本が、リリースされましたよ。これ大好評でございます。はい。ハンディ版ボリューム1とハンディ版ボリューム2ということですけど、これそれぞれ過去に出していた、こっちが1、2、こっちが過去に出して3、4が2冊分がこれそれぞれ200曲収録というね、話題の本でございます。Amazon 並び書店さん、楽器店さんので、今販売していますので、ぜひねチェックしていただきたいと思うんですけど、これ Amazon とか楽天ブックスさんでご購入いただいた方はレビューを書いていただけるとですね、これからまだガズレレ知らない方にすごい参考になると思いますので、ぜひともよろしくお願いします。ガズレレではね、アプリがあります。ガズレシピというアプリです。アプリのインストールは無料なんで、皆さんスマホにひとまず入れておいていただいて、お試し楽譜があるんでそこで見てもらって、いいなと思ったら1曲からでもセットでも楽譜、大量の楽譜が購入いただけます。こっちはかっこいいバージョンも載っている、デザインされた楽譜なんで、これもかなりご活用いただけますよ。でアプリ内でいろいろ楽譜の管理もできるんですけど、これがなんと本にもなってます。実際のページめくる本にも、これもね Amazon などで売ってるんでチェックしてみてください。あとですね、ガズレレではですね、もう一個やってるんですよ。これガズピアノ、これ超面白いですよ。ガズピアノという YouTube チャンネル別にあります。これ本も出てますから、リットミュージックから。ガズさんピアノ弾けないのにピアノの先生やってます。そう、だから面白いんです。ピアノの常識を覆す、弾き語りに特化したもう世界で唯一の一番簡単なピアノ教室、ウクレレできる方、ガズレレでやってる方だったらもう30分でできるようになりますからね、ぜひやってみてください。あとガズレレではですね、このウクレレストラップとか、このキャップとか、T シャツとか、このここに挟んでる水引きとか、もういろんなね、可愛いグッズもたくさんやってるんですよ。ガズレレ公式ホームページのこのバナーに行ってもらうとありますからね、見てみてください。ともあれいろんなことやってるんですよ、ガズレレって。はい。このガズレレ .com 公式ホームページ見るといろんな情報が手に入りますんで、この公式ホームページと今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネル、そうあっちこっち見ながらですね、いろんな音楽楽しんでください。もうね、ガズレレ G ラボではですね、もう課題曲もね、もう2000曲以上は多分やってると思うんですよね。もう楽しく音楽聴くからやるに変えていきましょう。もうすでに楽しんでるよという方、この周りの方にこんな面白いことあるよってお勧めして教えてあげてください。それでは皆さん、また会いましょう。バイバイ。